3年 C 組は不倫してます。前代未聞の学園不倫サスペンス第2話。葵と伊織だけの目線で見ると、甘い初恋と悲しいお別れを経ての再会というキラキラとした青春ですが、そこに複雑な事情が絡み合うことで、普通の高校生とは違う生活が彼らに待ち受けていて、伊織は元カノである琴音から妊娠の事実を知らされると同時に、お互い18歳の成人ということで結婚を迫られる。葵に打ち明けられないまま約束の日を迎えた伊織。予定通りにプラネタリウムを楽しみ、予約をした店へと向かった二人でしたが、そこには琴音の姿が。そして、伊織も戸惑う中、琴音は堂々とした様子で、伊織と結婚すること、自身が今妊娠中であることを葵に話しましたが、葵のショックは大きかったはず。そこに同級生の須藤かなたも合流し、二人のことを知っていた様子で納得し、承認の欄に先にサインをした。続いて葵も暗い面持ちでサインをしてしまう。次回第3話のあらすじは、婚姻届の承認となった葵は深く傷ついているものの、その気持ちを押し殺して、伊織を友人として祝福しようと、気持ちを切り替えようと努める。そんな葵に、琴音は早速、妻としてマウントを取り始めるようです。葵が苦しむ姿を見た彼方は、伊織を呼び出し、葵が泣いていたことを突きつけて、二人の関係を問いただそうとします。彼方に確信をつかれた伊織は、やむなくすべての事情を明かすのです。そして明らかになる伊織と琴音の秘密。二人はなぜ付き合い、そしてことに及んだのか。その過去が明かされることに。一方で、葵の母、はるかは、立花総合病院へと、不眠の診察を受けに行く。すると、対応したのは豊かだった。診察中、豊かは、はるかと別れてしまったことへの後悔を漏らすと。前回、第1話のお話では、葵と伊織の関係性が中心に描かれ、葵同様に、伊織もまた中学3年生の時に、好きな気持ちがあったことや、再会に戸惑いつつも嬉しく思っていることが分かりました。しかし、3年という空白の期間は短いけれど、何もないわけではなかった。一度はお別れしていた琴音からの衝撃的な事実に戸惑う伊織。18歳から成人といえど、まだ高校生で精神的に完全に成熟しているわけではなく、いきなり自分の子供やら結婚と言われても簡単には受け入れられるものではないですよね。まして今の伊織にとっては琴音よりも葵に気持ちがある状態なので、彼自身の自業自得と言ってしまえばそうなのですが、少しかわいそうでもあります。そんな伊織が動揺しつつも、すぐに子供のことは責任を取るという言葉が出てきたことには感心しました。伊織の誠意ある性格が表されていましたね。だけど、葵との誕生日デートも控えていることが、さらに伊織を悩ませる結果となり辛そうでした。そういった事情を知らずに、誕生日当日を楽しみに待つ葵の姿にも、
なんだか切ない気持ちになってしまいました。また、親たちも平穏とは言えず、葵の母、はるかと、いおりの両親、ゆたかと京子は、同級生だったこともあって、再会を機に、立花家に、京子がはるかを招き、お茶をすることになった場面。それぞれが、うちに秘めている思いがあることで、どこかそわそわしていたり、上辺だけの会話のようで、居心地がとても悪そうでした。京子も、はるかと豊かの関係が再び進んでしまうという心配をしてしまうなら、家に招いたりせず、二人の接触を避ければいいのに、仕掛けておいて心配をしているようで、京子の言動が怖いですね。また、豊かは医師だからか、はるかの不眠を聞くなり、自分の病院への来院を進めていましたが、この言葉に体が含まれているのかどうか気になる言い方でした。豊かを演じる竹財照之助さんが、これまで演じられた役柄の印象もあるのか、京子という妻がいながら、はるかに手を出しそうな雰囲気が溢れ出ているようにも感じられました。同じく、大人の不倫では、三年 C 組担任の中野正義。生徒であるマリンとの濃厚なシーンを見せつけたすぐ後、何事もなかったかのように、妻、レイとの待ち合わせ場所に行き、手をつなぎ、ラブラブな様子を演じきる姿は、もう何度も遊び慣れているといった印象を受けました。同時に、隠し事は完璧にできているという自信のようなものも感じたので、この不倫が妻や学校にバレる時が早速楽しみです。そして、今回のメインのシーンは、やはり、葵が誕生日当日を迎え、いおりとプラネタリウムを3年ぶりに訪れた後のレストランの場面でしょう。まず、お連れ様がお待ちですという店員さんの言葉に背筋がゾッとしましたが、これはほんの序の口でしたね。席に着くなり、琴音から出てくる言葉のすべてが衝撃の連発でした。この誕生日という特別な日でもあるのに、葵に二人で話そうと思っていた。結婚しようと思ってる。この子のためにちゃんと家族になりたいっていおりが、と、いおりの知らないところで勝手に話が進んでいるようで、琴音が恐ろしい女だと改めて実感したシーンでしたね。しかし、いおりは、妊娠の事実や責任を取らなければならないという自責の念があるため、琴音の言葉を遮り、否定することはできなかったですね。このいおりの無言こそ、余計に葵を傷つけたのではないでしょうか。そして、須藤かなたの登場が、余計に話を進めることになってしまい、いおりは追い詰められてしまいましたね。葵も婚姻届の承認の欄に記入する前に、いおりに真意を確かめればよかったのに、彼に話も聞かずにサインをしてしまったところが、これからの運命を大きく変える選択肢となったのでしょう。また、前回の冒頭から描かれていた、この物語の結末とも思える、ある女子生徒が血を流して倒れているシーンが、今回は最後に、いおりのナレーションと共に流れました。前回のシーンに加えて映されたのは、血を流す女子生徒に驚く生徒たちをかき分けて近づいてきた、いおりとかなたでした。このシーンの前に、すでに、かなたは、葵のことが好きだと言っていることから、血を流すことになるのは葵なのでしょうか。どういう経緯で
物語が進んでいくのか、目が離せませんね。また、次回のお話では、いおりと琴音が付き合うことになった真実のようなものも明かされるとか、この二人の関係性、そして今更なタイミングで伝えられる、いおりから葵への好きという言葉。次回も様々な人間模様が交錯しそうですね。10月15日放送の第3話もぜひお見逃しなく。最後までご視聴いただきありがとうございました。